皆さんこんにちは、トッティです。今日はガイドが好んで使うフィンキックというテーマで、お届けしていきたいと思います。皆さん自分に合ったフィンキックっていうの、答えをお持ちでしょうか。僕はですね、ドライスーツの時は煽り足で、ウェットスーツの時はこのガイドがよく使うフィンキック、通称ガイドキックですね。シュッシュッっていう感じでね、僕はもう20年ぐらいやっていて、しかも仕事でやっているので答え出てて当たり前だと思うんですけれども、まだね、自分のフィンキック結局どれが一番いいんだろうって定まっていない方に、紹介したい、フィンキック方法となっております。じゃあね、このガイドキック一旦ね、映像でどんな感じなのかっていうのを、流していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。でこのガイドキックなんですけれども、まあ、数あるねフィンキックの中でもおそらく最も使うエネルギー少なく、最も1回のキックでバビューンと大きく進むことができる、まあ、優れたフィンキックだと思うんですね。まあ、なので、結構ね、世のガイドさんたち結構採用しているかなというふうに、思うんですけれども、まあ、このガイドキック講習とかじゃね、まず教えてくれないんですよ。マニュアルなんかにもね、まあ、載ってません。で、僕のトッティ調べでは YouTube 上にもね、このガイドキックについて、講座がね、まあ、ないと。まあ、ガイドさんね、あ、なんかかっこいいキックしてるなっていうのを見たことあると思うんですけれども、まあ、今日はこのやり方をね、僕がしっかりと、マスターできるようにお届けしていきたいと思っています。で、このガイドキックなんですけれども、まずね、そもそもかなり省エネなんですよ。普通のね、バタ足キックとかだと、はい、蹴って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 という感じで、1回ごとにね結構力を使うんですけれども、ガイドキックっていうのは足引いて蹴って、足引いて蹴って、足引いて蹴ってという感じなんですね。まあ、なので蹴って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 に比べると、引いて蹴って引いて蹴ってなので、一泊お得なんですね。まあ、なのに、その割に進む量はね、同じっていう、まあ、省エネっていう観点でね、まずそもそもすごく、優れているフィンキックです。で、あとは、通信力の話なんですけれども、1回のキックで通信力を大きく得られると、バタ足の1回のキックよりよっぽどバビューンっていう風にね進めるんですね。まあ、その原理としては、足引いて1回溜めがあるんですね。で、溜めたところから両足で蹴り上げると、蹴り下げると蹴り上げる、これを同時にバビューンっていう感じで、このタイミングがしっかり合った時にね、大きな通信力が得られると。まあ、溜めがあってタイミングを合わせて、バビューンと一気に一かきで大きく進めると。まあ、なので、この省エネっていう観点と、大きな推進力、ここがね、すごくメリットになってきますので、これからね、このガイドキック3つのコツがありますので、その紹介をね、映像を交えながら、お届けしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、一つ目は膝をね、体に向かって引く動作になるんですけれども、蹴り下ろす側の足と蹴り上げる側の足、この2つに、大きく分けて足の使い方、出てくるんですけれども、それぞれね、足の引き方が違うので、ここら辺はね結構要注意ですね。まあ、なので、ちょっとね、この映像を見ていただいて、足の引き方にフォーカスして、蹴り下ろす方の足はどういう動かし方しているのか、蹴り上げる方の足はどういう動かし方を、しているのかという感じでちょっと、見てみてください。はい、2つ目のコツは蹴るタイミングですね。蹴り下ろす動作と蹴り上げる動作をタイミングよく合わせることで大きな推進力を得ることができます。まあ、このね、タイミングがそもそも合ってないとバランスが崩れたり、進む力がね弱くなってしまうので、タイミングをね、合わせる練習っていうのが必要です。まあ、なんていうんですかね、感覚で言うと、蹴り下ろす蹴り上げる同時に行いつつ、
両方の足で水をつかみながら後ろにねバビョンと蹴っているっていう感覚ですね。はい、では3つ目のコツは中性浮力。このガイドキックはですね、中性浮力が取れていて初めてできるスキルになるので、中性浮力のマスターは、必須となっています。まあ、なので実際にこのガイドキック試してみて、沈みがちになっている場合は中性浮力も同時に、練習していきましょうという、ことですね。なので中性浮力もしっかりマスターしている方は、あとこのルーティーンをね、動かし方のルーティーンを体に染み込ませるための、叩き込むための、練習をちょっとしていただければ、すぐにでもね、できるんじゃないかなというふうに、思っています。はい、では映像で見てきたんですけれども、いかがだったでしょうか。このガイドキックのメリット、最後にね、映像を見たからこそ分かる、メリットっていうのがあってですね、まあその進む強弱の調整がすごくしやすいんですよ。これどういうことかというと、まあ後ろから見てね、キックこういうふうにやっていきますよね。で、大きな推進力を得たいときは引いてガリグッとやると大きく力をつかめます。まあ、なんですけれども、少しね省エネしたい方はグッと引いてから斜めにふわーっとやると、進む力が少しね、弱まります。まあ、あとフィンもこういうふうにね両方切ってる感じになるので、足にかかる負担もね少なくなります。まあ、なのでガンガン進みたいときはまっすぐまっすぐ面でね水を捉える。で、省エネしたいときは斜めに斜めにという感じで、すごく調整が可能です。あとバランスが崩れた時とかも、右足左足うまく使ってバランスを、取っていくっていうのも、すごく簡単になっているので、まあ、ガイドとかね特にね後ろ向いて前向いてこっちから後ろ向いて前向いて上向いてとかね、いろんなね、体の動かし方をするので、このキックだとねバランスもすごく取りやすいっていうのが、メリットになってきます。はい、では今日の動画いかがでしたでしょうか。こうやって映像で見るとね、実際にねコツがすごく分かりやすいと思うので、ちょっと分からないところとかはねしっかり何回もリプレイで見ていただいて、足の動かし方、足の引き方、蹴り方、そこら辺はね、さっき僕が言ったコツですね、しっかり何回もリプレイして見ていただけるとより頭の中のイメージが湧いてきてね、次ダイビングに行った時に、成功にね近づくのかなというふうに思います。あとはもう体に叩き込むまでね何回も何回もそのキックをね、してくださいということです。で、可能でしたらバディとかねガイドさんとか手余ってたら、ご自分がねそのガイドキックしてる姿を、動画でね収めてもらうと、ダイビングから帰ってきた時に、しっかり復習することがね、簡単になりますので、でその時に僕の動画と自分の泳ぐ姿比べてもらうとね、あ、ここがちょっと足りないな、ここをこういう風にやればよかったんだなっていう気づきにもなるので、そういった練習方法もぜひ、おすすめです。はい、じゃあ今日はガイドキック、よそではなかなか教えてくれないスーパーキックになりますので、ぜひ皆さんマスターしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。しゅ、わー、落ちた。大丈夫かいな。